ジェパ電子出版アワードは日本の電子出版の普及と技術向上を目的に日本電子出版協会が電子出版サービスやコンテンツ提供者に授与する賞。電子出版コンテンツの内容ではなくその仕組みや技術、サービスに対して与えられる賞である。2007年7月日本の電子出版の普及と技術の向上を目的として開始された。当初は 7月の東京国際ブックフェア会場で受賞式を行っていたが、2009年からは年末に開催し、その年の電子出版トレンドがわかるイベントとなっている。2013年から2015年は、電子出版関連メディア、本ドット JP、文化通信、インターネットウォッチ、イットマディアネットラボ、アンデック、週刊アスキーの各編集者が先行委員となった。 2016年以降はメディア系の編集者が選考している。選考委員はジャンルの選定とエントリー作品の選考を担当している。各ジャンル賞は一般からの投票とジェパ会員者の投票を合算した投票数で決定する。対象はジャンル賞の中からジェパ会員者の投票で受賞式の当日に選出している。ありがとうございます。